皆さんこんにちは。こんにちは。ちは表現者クライテリア編集長京都大学の藤田聡です。アシスタントの吉田直です。本日も KBS 京都ラジオスタジオからお届けしております。この番組は毎週月曜日夜9時30分から放送している番組で、今のアルガマもたっぷりとお届けしています。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。このね、あのー、表現者クライテリアの僕が編集長をしている雑誌の最新号が明日発売。はい、まあこちら。 発売ですすけどね、はい、<laughs> お願いします、えー、これがあの、えーっと「不審の構造腐敗の正体」はいうん「政治エンタメ財務省」ということで政治もエンタメも財務省ももう腐りきっとるから「うん、不審の目でみんな飽きませんよ」って、まあ、タイトルにこうなってるんですけど、まあ、前回は岸田文雄さんのうん腐敗の問題、うん、これをまあお話ししたわけですけど、はい、今回はね、まあ、腐敗がもうこれはもう。 政界も財界も学会も芸能界も全部腐敗してますわと、まあ、いうことをまずご紹介した上でこんだけ腐敗してるところの中で生きていくにはどうしたらいいんやと知りたい <laughs>、うん、で,でキーワードになってくるのが不信なわけですね不信不信うん、うん、信じない信じれん不信の目で見て信じれないわとこれね普通不信の目で見るって言ったら、うん、なんかこうほんまは信じ なあかんのに不審の目で見るとこれはよくないことですから普通不審っていうのはなんかあんまり推奨されるものじゃないですよ不審とか猜疑心とかうん、うん、でもねほんまに腐ってるものがあったら、はい、信頼したらダメじゃないですかそうですねね、はい、そ,そんなんしたらもうお腹壊しまくって、うん ししこの毒でこれ薬ですああそうですかーっああって死んでまうみたいなね <laughs> 自分もダメになっちゃうこうなんか2回3回4回売ってるうちに死んでまうみたいなね何かわかりませんけど <laughs> こうだ信用しよあかんものは信用したらあかんわけですよ、はい、だからね信用すべきものを信頼しないのは悪徳不審の目で見ることは悪徳だけど腐敗したものを信頼するのもこれも悪徳なんですよ いや腐敗したものに対して不審で目を持つことは、これはね、全、正しい行為なのです、うん、道徳的に正しい行為なんですよね、うん、それを腐敗している社会においては、推奨されなければならないんですよね。確かにね,こう、うん、ね、世の中で報道されてることも、うんね、それが本当なのかどうかっていうのは、うん、しっかり自分で疑ってみてね、っていうの大事ですよね。むしろねねねみんな、ね、日本人は、ね、すぐ 腐ったもの信頼しちゃうからだから腐ったものがずっと延命するし、はい、延命するところが腐ったものの腐敗がどんどん進化拡大悪化していくわけですよね、はい、だから皆さんの信頼が腐敗を作ってるんだという構造ね今日はねお話したいなと思っていますぜひ最後までよろしくお願いいたします腐敗する政財界と学芸界不信こそが唯一の処方箋

京都大学教授雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあれゆる問題を評論する番組ですこんばんは表現者クライテリオン編集長京都大学の藤井聡ですこんばんはアシスタントの吉田直ですえーっと明日の4月16日にねはい、えー、表現者クライテリオンの最新号が発売になります、はい、もうインターネットやったらもうすでに予約とかねいただける状況になってますけどテーマがね えー、不信の構造腐敗の正体と、はい、いうことでねサブタイトルが政治エンタメ財務省と。で、うん、政治も腐っとるし、はい、エンタメも腐っとるし。 財務省もととると <laughs> もうどこいいところどこ <laughs> 何もかも腐っとるでと、うん、んだからねもうしょうがないもう腐ってんだからでも本んになんかここの、うん、この1年で 1>、うんうん、すごいいろんなこと起こりましたよね,ねそうよだから先週も取り上げた裏金問題しかあり <laughs>、はい、で裏金問題で自分のこと罰しない自分のことだけ無罪方面にしてほかむりしてる総理大臣しかあり。 で、しかもあれですよ。もう先週、ちょっとこれも時間なくて、言えなかったけど。はい、あのう、ー、首相官邸でアイスクリーム食べたりとかして、イエーイとかで遊んでた息子ね。うん。また復活したんですよね。そうそうそう、復活しとるんですよ。ね、あれ、どういうこと。ですかどういうことやね、お前みたいな。 あれやっちゃダメでしょだって、ねうん、だから、まだめっちゃ記憶してますよ、みんな。してる、してる、<laughs> 全然してる、あのなんか階段のところで、ね、<laughs> そうそ,うそ,うそうな,んなんかパーティーみたいな。そうそうそうパーティーで、アイスイエーイってって、ね、で、官房長官の真似して、なんかニュース、なんかこう指揮、支配して、そのね、差配してるみたいな、やったりとかして、ふざけとる写真流出して、あったじゃないですか。見ました,見ましたそれをまた元に戻すって、どんだけ腐ってんねお前らっていう。だから、ね 腐るると同時に国民を舐めきってるんですねだから言ってみたらあの腐敗したあの絶対王政の王様と、うん、そのバカ王子みたいな <laughs> で自分の領地にいるものをちょっとムカつくやったら殺して可愛いと思ったらちょっと連れてきて手ごめんにして、うん、でちょっとなんかやばかったらすぐ殺して。 みたいな話じゃないですか。もうそれはね、あのーうん、ドラマの中だけにしてください。いやね、<laughs> なんかもうドラマのような話になってる。うん、まあそういう岸田不明政権腐ってるでしょ。はい、芸能界のジャニーズやとか、これまだ裁判、名誉毀損の裁判中ですけど、お前松本秀樹さんの話やとか。 で財界はなんか消費税増税しろって言ってね、うん、言うたりいやもうだって今のこの4月でもいろんな消費値上がりしてるのにもう増税しろって言ってね <laughs> これ自分家で儲かるから言うとるんですよね、うん、で学者もこれこびってその財務省にこびって増税したらええってばっかり言ってるやつおるしねで財務省はメディア操作して学者操作して政治家もこう操って、うん、でわれわれが不幸になる緊縮財政やって自分だけ出世して。 るわけじゃないで何か,か自分の息子を塾入れて理学部入れたり何、はい、とかないとか入れるわけでしょでもうみんな自分のことばかり考えてうん、うん、国民なんで知るかボケみたいなことになっているんですけどこれ知らないい人多いんですよは<ー>こ奈緒ちゃんも僕の話なんか毎週聞かされてるから、うん、<laughs> なくちゃってんねんなって分かってきてるかもしれんけど、はい、えっ え総理大臣ななんんか一応やってんじゃないの自民党ちゃんとやえ財務省やっぱりちゃんとやってんじゃないのとか、うん、芸能界ってそんな腐ってんのとか言う人が多い,いわけですよ。僕だってこんな仕事してなかったら知りませんでしたよ。 世の中こんな腐ってるってこうやっぱりこう一歩ちょっとね踏み入れていろいろ調べたりとかしないとなかなかたどり着かないかもしれないな隠されてるからかかそうなんですよそうなんですよ本社はどうなるかって言ったら腐敗がずっと進行するんですよね、うん、だからこの腐敗を止めてあげるためにはあれ腐ってんのって思ってあげなあかんのですよ <laughs> なるこっちが思い出すんってこっちが、ね、思ってあげにかったら腐ってしまうはるから <laughs> はい、はい、ちょっと助けてあげるためにあれお宅腐ってはるんのかと。<laughs> だからねやっぱりねその彼らを救い出すためにもね <laughs> でましてや自分が助かるためにもですよ、はい、<laughs> あの不ん信頼というのは美徳ではありますけども過剰な信頼はバカででです愚ですす愚愚かだからね賢明なる国民の皆さんはね腐ってるものは腐ってると美しいものは美しいというと同時に腐ってるものは腐ってるというねその匂い嗅いでね匂い嗅いでね <laughs> 全部お腹壊すから、はい、そんなもん変なお肉食べたらお腹痛い痛痛い なってしまうからね。うん、だから不審の目が大事なんです。はい、だから今日はね、不審の目こそが唯一の不敗に対する処方箋だという話をしたいと思います、はい。よろしくお願いします。聞けば不審の構造、不敗の正体が見えてくる三十分、午後十時までお付き合いください。いやそうあの、うん、秘書復活はちょっとカッとなっと引きすっなりました。すよね、あれだどれが許すんですか。ね <laughs> やまあふみちゃんが許してるんですよね。親は。でそれでも周りオッケなんですか。全然いいんでしょう。 別に自分の権限の秘書を選ぶの自分の権限だから子供のやったことやからみたいなそういうこと子供じゃないけどもあそこね要するにお母さんっちゅうか嫁さんがね「ちゃんとあんた早く復帰させてあげなさいよあんたの自分引きずるんだから」っていうお母さんなんですよと報道されてますよあそうなんですね裏裏にボボススががいいるるんんでですすね そんなんで動いてるんですよさあお送りしています週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ今日のテーマは腐敗する政財界と学芸界不信こそが唯一の処方箋、うん、ということでねあのこの表現者クライテリオンの最新刊不信の構造腐敗の正体ではねまあ大きく分けて二つの記事がまあ あるんですけど、ね、一つは各会がどういう風に腐ってるかっていうのを、まあ、書いていただいてるんですよ、はいうん、例えばあの財務省の腐敗については、うん、須田新一郎さんってジャーナリストあのー、積極財政、えー、的な論調もメディアに載せてくださる珍しい非常に少ない数少ない ジャーナリストななんんんでですがみんなこう財務省側についてる敵とか味方じゃなくて真実だけが大事なんですけど、うん、みんな財務省に歪められた嘘ばっかり報道するんですけど <laughs>、うん、須田さんは真実を報道しようとしてくださる方なので、まあ、彼のインタビュー記事だとかね、はいえー、それからメディア界についての腐敗っていうのを、うんまあ、メディアの業界の。 方に書いていいてたただいたりねそれって、まあ、と学者の世界がどう腐ってるかとか、僕、ちょっと解説したりとかね、まあ、してるんですけど、それとともになんでこう腐ってるんかとで、それで民主主義の中でこの腐敗に対してどう対処していけばいいのかっていう、うそういうスケールの問題も記事を書いてるんですよね。 でそのどう腐ってるのかっていう実情の話とそれに対してどう立ち向かえばいいんだって、うん、まあそんなことをまあ考えてるんですけども、はい、この立ち向かうっていうところで重要なのが不信というものが大事になってくるわけですねうでうんどういうふうに腐敗してるか理解することも大事だけど処方箋として不信すすごく大事なんですよね、まあ、そんな中でね関東でね、えー、と亀井静香さんっていう政治家おられるじゃないですか。はい もう僕大好きなんですけど、昨日も一緒にご飯で一緒に食べてたんですけど、そうです、うん、僕大好きなんですよ、きょ、えー、うん、今日と遊びに来てはったんで、はい、遊びっていうかも仕事で来てはったんで、うんうん、ちょっとご一緒していろいろとお話ししてたんですけど、えー、でこの亀井さんはうちの師匠の西部先生ともいろいろと好意されてたっていう、まあ、大変年配の政治界の重鎮の方ですけど、まあ、彼にその政治の腐敗についていろいろとお聞きしようということで、まあ、インタビューっていうかね、まあ、対談をまあしたんですけど、冒頭で、ね、こういうことをおっしゃったこれがね この腐敗とは何かを理解する上でも決定的に重要だしそれに対して対処するためにどうしたらいいかということを示す重要なお言葉にまあなってるなと思ったんでそのちょ,ちょっと長いですけどあの紹介しますね。とお聞きすると亀井さんのこうおっしゃったんですよ。形あるまま真似せんでいいか <laughs> <laughs> 形あるものは必ずメスということからは逃れられませんね。まあまあこんなんなんですよね。でもそんな感じですよ。だからまあまあちょっとウトウしのでちょっとゆっくりいきます。もう聞いてる方はウトウシやるからね <laughs> え。形あるものは必ずメスということからは逃れられませんと。うん、で、この宇宙にしてもそのうち消えてなくなる。うん、そうなんですよ。宇宙ってそのうちなくなるんですよ。地球もなくなるし、宇宙もなくなるとも言われてるんですよ。まあちょっと宇宙論がいろいろあるんですけど。うん まあ少なくとも地球も太陽系も全部なくなるんですよ。で物は必ず腐敗していくっていうことですよね。これがもうまず自然の断りですよね。うん、何でも腐敗するんだっていうことです、はい、リンゴを置いといて未来永劫リンゴが腐らないなんてことは、うん、まあ,ありえないわけですよ。そうで,す、ね、で人間の場合腐るとどうなるかっていうと、まあ、物理的には細胞とかが腐ってきますけど人間が腐るっていうのはそこの話じゃなくて心が腐敗していくというわけですよね。うんうん 人間の場合は心が腐敗していいくというわけですよでここでね腐敗っていうのはこれ僕後で僕の方から解説したんですけど本来あるるる機能が失われることを意味すすんですねんリンゴはリンゴじゃなくなるのは食べれなくリンゴって我々にとって食べる食べ物としての機能があるじゃないですか。そうですねところが腐ったら食べれなくなるでしょ。はい、だから本来ある機能というものが失われることを腐敗と、まあ、言うんですね。うんうん であのー、内臓とか腐ってもなんか内臓としての機能が果たせなくなるお魚も腐ってくるともうお魚として泳げなくなるまあそういうことですよね、うん、だから心の本来の機能が失われることが心の腐敗だと、まあ、そういうことになるんですよねこれについてねこういうふうに言っていうという道から外れて えー、他を犠牲にして自分だけが権力を握ってて幸せせにに過ごせばそれれででいいといいいとととうう道にい外れていくということですよと、うん、要するに心っていうのは本来は助け合うというように心は出来上がっているんだけど腐敗してくるとその本来の機能が失われて自分のことばっかり考えて弱肉強食で強者になって弱者から搾取しようということばっかりになってしまうと。 でそれこそが腐敗だと、まさに先週話してた総理のことです、ねうん、そう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 、これも岸田総理は完全にそうて心が腐ってるんですね、うん、体は腐ってないかもしれないけど、中の心が。これはあの亀井静香さんの定義によると、現岸田文雄総理大臣の心は完全に腐敗してるということになるんですね。 ここでね心ののの本来の機能は助け合うものだっちゅうもだところが大事なんですよねうんここをね信じれるかどうかそう思うかどうかで政治家であるか本当の政治家なのか偽物なのかが分かれてくるわけですよねでさらにねあのこの議論の中で亀井さんとこの話をしてる時に亀井さんと僕とで言ってたのがねうーん世の中というのはなんか物理的な法則のような。 ものがあって、まあ、弱肉強食ですよね、まあ、強いものが弱いものを食べていくという自然の摂理があると、うんはい、で経済の中にも資本があったら資本が資本を読んでそれが力になって貧乏人を搾取していくというそういう何て言うか自然のメカニズムっていうのがあると、うん、あそれはねあの心のメカニズムじゃなくてこの世界のメカニズムなんですよね、うん、強いものが勝つ。 うん、お金持ちが何でも買える、うんうん、政治権力者は好きに勝手に振る舞えるっていうのがあるんだけどそれではいかんとそれではいかんと世の中には秩序なるものがあって、えー、みんなでで協力し合ってて生きいいこうというと気持ちもあるわけですよね、うんはい、でその気持ちに基づいてその世の中が勝手に流れていくのに抗って。 みんなが幸せになるようにするという営みを政治と呼ぶんですようーん、あ、そうあってほしい、うん、政治っていうのは権力にこびること権力に差を差すこと、はい、権力と持ちつ持たれずでやっていこうということじゃないんですよ、うん、権力とか自然の摂理に抗って秩序を保とうとするものなんですよ例えばねあのー、女性は年を重ねると こうどんどん老化していくわけですよ、うんうん。でこれは女性に限らずみんなそうですよね。でそれにこう。 抗わないと、あっという間に老けてしまうんですよね。またが、リフトハ、リフトアップしたり。とかそういうね。でも、まあ、あんまり無理やりやったら、ちょっとどうやねんみたいなのありますけど。<laughs> はいはい、やっぱり、こう、若々しくするには、努力が必要なわけです。そうですね。努力がないと、あっという間に老けてしまうんですよね。そそうアンチエイジングなんていう言葉が、ありますけど。うんうん、このアンチエイジングこそが、政治の本質なんですよ。うん、<laughs> 朽ち果てていくもの。 でもそれ変にあがったら余計化け物みたいになってくるから怖いからね <laughs> はい、はい、自然な感じでこういくのがこれが政治なんだと。なるほど。<laughs> なるほどわ、まあ、かりやすいですね確かに人間もねそうやってだんだんこうそ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 う,そう,なんかこうある種それも受け入れながら、うん、でもこう受け入れるんだけど抗がいながら、はい、若々しさを保っていくっていうのがすごく。 まあ、大事なわけですよね。ふみおちゃんはそれを何もやってないんですよ。うもうん、うに果ててるっていう。なんかどん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 こう地獄の方へ進んでいってる感じがしますよね。 っていうのはこれ第2ステージですね第一ステージは何でも腐敗する腐敗するっていうのは機能を失うということです。第2ステージで心とか政治の本質はそういう腐敗していくものに抗うことである。はい、それが心とか政治の本質であってその心が腐敗していく政治が腐敗していくとそういう抗うことができなくなっていくとだから世の中全体腐敗するんだっていうのがこれステージ2ですよね。はい、でステージ3、こういうことをおっしゃるんです。そういう腐敗したやつに食い物にされている連中が反乱を起こすのですと。 日本の場合は百姓一揆とか大塩平八郎の乱みたいなことが必ず起こってくるとうん、うん、まともな方向へ回復していこうという力が働くわけですとこうアンチエイジングですね、はい、だからやっぱりねこのアンチエイジングするときにあ「いやしわ出てるんちゃうか,れか <laughs> あれ?」とか「あれちょっとお肌が最近こう拭いてきた?」みたいな自分のこの若さに不審の目を持つところからこの例よくないんかなこれ <laughs> これね、あの頭抱えておられます。これあかんの、お母さん。あかんのかな。まあ、でも、まあ、そう。いや、まあ、まあ、そういうことですよ。まあ、女性腐敗してるわけじゃないけど。違う、みんな、みんな、共同にね。そう、なんか、こう、なんか、若々しい、三菱ものが、こう、だんだん、こう。朽ち果てていくわけですよ。だって、みんな、そうだから、しょうがない。ね。そりゃ、そう。 そうですそうですでもみんな若々しくみんな美しく今ずっとおられるのは頑張ってそのうち必ず滅びるんだけどいつまでも美しくなるこれが美容であり政治の本質だと <laughs> 美容と政治がつながります <laughs> 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 政治の本質だという、まあ、ことなんですけどねうんだからやっぱここでこの反乱を起こさないと不安した政治はもう動かないんですよね でも、なんか、そう考えると、うん、昔の、うん、その、日本人は、こうやって、戦ってたんですね。ね、うん、そうなんですよ。そうなんですよ。ね。だからね、<何>まずね、<や>腐敗してるやつはね、腐敗してるって、思わなあかんのですよ。うん、ここをね、思わないで、といや、まあ、世の中、こんなもんで、ね、まあ、いいんだよ僕、これ、ここで幸せに生きていくんだよ。って言うんだったら、いや、腐敗してるんですよ。あ、でも、そう思ってる人って、うん、なんか、ある程度、自分に余裕のある。うん 人たちななんかなって思ってますああまあそういうとこもあるでしょうね。うんうん、余裕があると思ってるんだけどもう実はものすごい搾取されてて余裕,が、うん、余裕があるっていうのがもう勘違いなんですよ。<laughs> あ私までまで若いはいや意外とそうじゃないでみたいな。<laughs> 全部繋がっていく <laughs> <laughs> こう結構たくみたいな。私 <laughs> 若いね。いやうちのおかんとかそうでしたからね。私若いね。どこまで若いよおもとんねんお前。<laughs> でもそう思うこと大事,大事。大事です。大事ですよ、うん。そう。まあまあうちのおかんぐらいからよろしいかなと。<laughs> <laughs> いやとということでねやっぱりね、だからね、まずね、だから僕は先週は岸田文雄がどんだけ腐ってるかっていう話をやったわけだし、今回の表現者、暗いてるよう、ね、に、でも、いろんな業界がどんだけ腐ってるかっていう話をね、しっかりもう忠実に分かるようにこう、記事をまとめていったわけですけど、そういう意味でね、あのー、腐敗してる世の中で、 ちゃんと生きていくためには腐敗してるっていうことをねーセント理解することが必要だっていうことがねよくわかる曲をね今日はご紹介したいと思います鬼塚千尋月光この歌詞聞いた時がい,いい歌詞やなと思いましたよこの腐敗した世界に落とされたんこんなもののために生まれたんじゃないもこう思うのが大事ですよね、うん、こう思うのが大事なんですよ。なんかこの曲 別にもう知ってましたけど改めてこうやって歌詞振り返ったことがなかったからすごいいい機会ですうんこれねなかなかしんどい歌詞ですよこれいやねしんどいですねこれこの歌詞だけで解釈すると絶望してるんですけど後日ののインタビューとか見るとねあいいなってね思われるああまたそうそうこれまた後でちゃんと説明します本編でねここで言ってしもうたらんかちょっと面白く本編で言いますけど やっぱりこれあれですよね。あのトリックのエンディングでね、使われてましたから。トリック見てましたえっとね、見てはいました。ドラマですよね。ドラマドラマ。2000年のドラマなんですよね。見てました。うん、僕あの、山田、山田と、そうそう、山田、山田と、あれ誰やったっけ安部ちゃんが。役出てこ安部ちゃん誰やったかな 上だ上だあ、そうや、そうや。上だ<う>上田<だ>。<laughs> で、生瀬さんも出てましたよね。生瀬出てましたよ。出てましたよ。うん、あの、掲示。あげて、あげてるっていう役でね。<laughs> うん、出てました。あれはめっちゃ面白かったですね。うん、僕、あの、九十八年から九十九年の十一月末に向けて、うん。僕はスウェーデン留学してたんですね。ね、その時、日本のテレビなど当然見てないし、ずっと。 まあ、年間向こうに住んでて、日本の文化に全く触れてなかったんですよね。それ、はい、で、ね、帰ってきて、日本を見たときも絶望したんですよ。うん、何がって言ったらね、紅白歌合戦を見たんですよ。うん、まあ、向こうで僕ずっと音楽聴いて、うん、MTV とかずっと流しててね。うん、で、紅白歌合戦かけてみたら、なんか、え、何これと思って。で、これスウェーデンにいてたらね、スウェーデンも世界の端っこですけど、世界の端っこにいてたら、日本も超世界の。 端っこなんですよ。うん、で、世の中はもっとなんかいろんなものが動いててね、当時やったジャーミル・クワイが売れてたりとか、レニー・クラビィッツとかがね、うん、売れてたりとかして、まあまあ、それはかっこいいわけですよ。で、ジョニー、ジョージ・ポーギーとかっていう、そのトトの曲がリバイバルかかったりとか、まあだから、でも普通のエンターテインメントがかかってるわけですそれで、ふんふんふんって聞いてるわけですよ。ああ、ええなぁって。で、帰ってきて、プチってテレビつけてね、 で何これ歌、歌日これ終わっとるのよ思ってね。でね、僕はもう日本がすごく嫌になったんですよ。その1年で感じたんですか、うん、そうそう、もう1年間抜けて帰ってきたらね、こう日本のそのんちゅうか、このレベルの低さちゅうかね、 要するになんかこう、中学の文化祭みたいな感じなんですよ、紅白歌合戦が。はいはい。文化祭やったらなんかあの、B 組のなんとか君がフォークギターで、さだまさし歌うらしいで、みたいな。うんうん。あるじゃないですか。はいはい。そんな感じなんですよ。あのもう、じゃくやな、この国、と思って。面白ないなぁと思って、テレビも全部もう下品すぎてね。んやんか、腐れつとるな、この番組。<laughs> そんなんで僕はね、テレビにも絶望してたんですよ。 で、夜中って吹けたらね、ちょうどトリックの第1話目が始まってて、ほー,んかーっと見てたらね、めっちゃ面白かったんですよ。いや、面白かったです。あ、日本でもこんな面白い番組作れるんやと思ってね。まあ、僕ずっと全部見てたんで、途中からだんだん食小気味にはなりましたけど、ね、パターンが一緒なんで。でもね、すっごい面白かったんですよ、ね。映画もありましたもんね。うん、それで最後にこれがかかってね、僕にとってね、うん 救いの一曲なんですあ<ー> <laughs> スウェーデンに行って帰ってきて絶望した僕をちょっとこう慰めてくれすごい思い出なの曲ですね、うん、この腐敗した世界この腐敗した日本に、うんうん、こんなところにまれてきたんじゃないみたいに思ったんですけど、まあ、ちょっとよかったな鬼塚千尋さんで月光をお届けしましたこれは2000年に発表された鬼塚千尋さんの2番目のシングル なしですねうん、うん、でこれはあの僕らこれを知ってるのはこれすごい売れたんですけど売れた理由も僕がこの曲を知ってるのもやっぱりドラマ映画とかのトリックはい、はい、特に2000年から始まったトリックの1番目ですよね。うんうん、のエンディングなんですよね。あーそうでしたっけんなんかねこうトリックが暴かれて結構悲しいシーンとかがね。 えー「ミラクル!」とか言ってる、まあ、おるんですよ、うんミラ。ミラクルってやつが出てきて、うーとかで死んだりとかして、だミラクル死んでいくときにこれがかかったらさああ、悲しい曲だ僕、<laughs> まあまあ、トリックすごい好きだったんでね。私も見てました。いや2000年のテレビとしては本当最高レベルのテレビ番組だったんですよ。まあ、本当にこうね、映画にも何回もなるぐらいでした、うん、ですからねでそれでね。 この曲とドラマの内容がどう絡んでるのかちょっとよくわからないですけれどやっぱり一言目がすごいですよねこの腐敗した世界に落とされた生み落とされてるとでこんなもののために生まれたんじゃないすごいっすよねすこうなんかね。うん ちょっととここうパッと見重たい歌詞ですよね、うん、これねなかなかインパクトのある歌詞でねこの不鎖した世界に落とされた、うん、これね哲学で言うとねハイレッガーの言う実存主義哲学のね世界内存在という概念があるんですけど、はい、それをそのまま立ってるんですよ。めちゃくちゃ難しいじゃん歌、うん、これね <laughs> ここの認識ってねよっぽど深いところまで精神がいってないとこ,この歌詞出てこないって と思うんですよねだから僕はこの歌詞すごく好きだったんですよだからこの腐敗のねまあ、構造不審とか腐敗の正体とか論ずる時にはこれちょうどいいなとまあ、今回思ってかけたんですけどでこれねあのー、すごいね絶望的な歌なんですよこれ全然救いのない救いのない曲になってるんですよねこんな思いじゃどこにも居場所なんてないとかね あるいは聞かない薬ばかり転がってるけどここに声もないのに一体何を信じればいいんだと、うん、何も信じるものがないと信じるものもないし居場所なんて何もない、うん、救いないですね救いないですよ、うん、でもね唯一救いがあるのはこうなんですよ「うん、I'm God Child」って一言目なんですよこれああはい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 私は神の子だって言ってるんですよ、うん、I'm child god 神の子 であるとこの腐敗した世界に落とされた私は神の子だとここにね超絶な希望があるんだ自分に対するとてつもな自信があるんだけどうん、うん、周りには何にも頼るものがないって言ってるんですよねで「How do I live on such a field」「こんな場所でどうやって生きろ」っていうのと私は神の子なのにこんな腐りきったところなんかに。 だから腐ってるから悪魔だらけだから居場所ないんですよ。神様のことを憎んでるから、うん、悪魔からしたら神様っていうのは悪魔ですからね変な言い方ですけど敵ですから、はい、居場所がないって何を信じればいいのっていう絶望的な曲なんですけど絶望的ではあるんだけど「I'm Godchild」から始めてるんですよ。すすごい、C、なんでねねねこここれ、ね、でこれ、ね、僕これ僕、ね、今回改めて いろいろインタビューとか読んでみたらこういうことをおっしゃってんですよ鬼塚さんね。あの当時ねものすごいこう悩んでたらしいんですよ、はい、すごいへこんでていろんなミュージシャンとしてもトラブルがあったりとかしてうんでまあいろんな不安したやつがおったんですって周りに。でもう生きてく場所なんかないってすごい思ってたんですと今言ってるんですよ。<ん>でもももうこれあの時私も若かったし いろんな問題もあったから当時の私の率直な気持ちを率直に歌っただけなんですよって言ってるんですよ。はい、ってことは「うん、立ち直ってるんですよ今」。そうですねそんなへこんでる時でも「はい、I'm a good child」って言ってのけてる方だから後でちゃんと生き残って立ち直ってるわけですよ。でここでねやっぱ一番大事やったのはこの僕一言やと思ったんですよ。効かない薬ばっかり転がってると。 だから薬と言われてるものは全部効かへんとそれをね一切手をつけなかったんですよで一体何を信じればいいのっていうことで全ての薬に不審の目を向けてたんですよ。この時ね「これ飲んだら治んの?なんか治ったかな」とか言ってたらもうこの人も完全腐ってたんですよだからね彼女が立ち直れたのは不審の目があったからなんですよ。 てうん、そう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 、だから効かない薬ばっかりね、飲んでてもしょうがないんですよ、だから、岸田文雄ね、信じてたってしょうがないでしょ、だから信じれるんだったら、本当に信じれる証拠があるんだったらいいけど、信じれる証拠もないのに無、無意味に信じたらね、地獄に落ちるしかないんで、だからね、この曲っていうのは、本当にその信じないことの大事さっていうのをね、えー、歌ってるんやなっていうのを改めて今回、紹介しながら思いましたですねじゃあ、深い曲ですね。そうなんんでですよだから俺へこんでたかららへこた かけてしまったんでだ、ね、からあんま哲学的なことも考えるとやっぱりそのミュージシャンっていうかこういう芸術系の人ってこうゃうみたいなういう繊細がゆえに、うん、そうそう繊細であるがゆえに真実を語ってしまうっていう予、うん、言者的なところが、ね、あると思いますが彼女はでもそういうタイプの人なんだろうなと僕は思いましたねこのエピソードとか見ながら。うんうん ではそろそろろ終わりりの時間が近づいいてまいりました、はい、ということでねこの鬼塚千尋さんもすごい絶望的で腐りきっとるのな世の中と思ってたんだけど不審の目があったからこそ彼女は立ち直ることが。うん できてあそういうこともあったよなと、まあ、笑って思い出せるような笑って話せるような時が今来てるわけですけど我々もそういう未来を作らなあかんわけですよ。何ででももかんでもし、ね、鵜呑みにしちゃダメですねだからね不信の目をきちんと持つっていうのは大事だと、はい、僕何回も言いますけども昔の主婦は食べる前に腐ってるかどうかよい嗅いでから「<laughs> あこれ腐ってるな食べなあかんで」賞味期限なんて信用しないで「うん、あこんなん全然いける」言って。はい だからこう、不審の身を持つからこそ、家族の健康を守れたんですからね、昔の主婦は。そういうね、腐ってるかもしれないと不審の身を持つことが大事だと、そんなことを含めて、徹底的にこの腐敗問題、不審問題を語ったのが、表現者、くらいているの、明日発売の最新号ですから、不審の構造、腐敗の正体、政治エンタメ財務省、ぜひね、これをね、皆さん読んでいただきたいなと思って、そうすれば、明るい未来がね、必ず訪れますから。 ぜひそれを信じてね信じたらかいやつは信じないようにしてください、はい、書店あるいはインターネットからぜひご購入をよろしくお願いいたします、はい、ホームページでは一割お得な定期購読もご利用いただけますまた番組では藤井編集長への質問やご意見をお持ちしておりますメールアドレスは藤井アットマーク kbs. 京都ですよろしくお願いいたします それでは編集長、今夜もありがとうございました、はい。ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで。さようなら。